言っていい配列ですか。あー大変。キャド使う人。キャド使う人。一級建築士なんですね。いやいやいや、それは面倒くさいに受けてないですけど。面倒くさいからの勉強が面倒くさいんじゃ、本気が。何の設計をされるんですか、キャドで。あ、今はね、施工図書くんですけど、もう、施工屋さんの下請けとして、これ、設計屋さんが書いてくる図面で、ありますね。まあまあぼんやりしてる。そうね、はいはいはい、そうなの、はい、そう、そのぼんやりを工事できる図面にする。うっそすごい細かいんですよ、これが。ここに来る前の設計図がぼんやりするってことに衝撃を受けてる。あ、そっか。だからぼんやりした図面を書いてることもある。私が設計屋さんやったら、うん、私がぼんやりした図面で OK、 その方がいいってこと。そう、そうそうそう、言われたことで、こういうことがしたいでーすって出して、うん、でなら、この設計のそういうところが自分のやりやすいように書かはるから、うん、書かへんとこもあるし、大工さんの裁量でもやっちゃはるところもあるし、はいはいはい、で設備の設計とかもされるんですか。設備はしない。設備は今日大変やって、これエアコン吹き出しか吸い込みが分からへん言って電話してるどっちこれどっち